マッシュチャンネル。始まるよ。赤坂マッシュチャンネル。日曜日ではないですよ、月曜日ですよ本当だよねそういう感じだよ ね、うん、サザエさんを聞いちゃうとね、サザエさん病っていう言葉があるかのようにね、うん、明日が月曜日、月曜日と思っちゃうんだよ ね、気分はね、そうそうそう、明日から学校だという、そうそうそう、それ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 、なるほど、はい、というわけでですね、サザエさんを作られた堤恭平先生の、はい、追悼特集ということで、いやいや、誰がこんなことを考えたのか、そこのそこのあなたはそう、誰かに言われた気がするんだけどね、すごいミポリ、ミポリ今日いない、作詞のミポリに言われちゃった、なるほどなるほど、そうだった、そうだった、そうだよ、ね、まあ今年の10月7日に亡くなられまして、なるほど、ね、80歳で、八堤先生のね、なんか特集をやらなきゃいけない、やらねば、やらねば、やるならやらねばまたオリアンほっとくと変なこと言っちゃうからそうか、君だと、ね、いうことで、堤恭平特集というのも、はい、今日は全部全編堤恭平、はい、ですね、作曲ナンバーでございます、はい、すごい、もう初めてやるんでね、もうみんなさっきまでリハやってまして、ね、大変だね、なんかみん全部知ってる曲だけどやってみるとものすごい大変っていうね、難しい、難しい、うん、ね、確かに、メロディーも難しいし、うんうん、アレンジもすごいし、アレンジ、ね、すごいよね、豪華で、ほんと、なんでまあちょっとずつねちょっとずつやっていこうかなという、はい、本当にあれですよね、数多くある曲の中からね、ほんの数曲的な感じですが、うん、ですよね、ものすごいたくさんの曲をお書きになってるんですよね、堤恭平さん ね、今回取り上げなかったけど、ね、60年代からねやってられて、グループサンズ ね、曲も何曲か書かれてますし、バラ色の雲とかね、マドモアゼルブルースなんてね、
結構好きですけどね私世代ですねガールフレンドとかね世代は、私ちょっと頑張れてあとあれですね、うん、最初にヒットしたのあれなんですよブルーライト横浜、うん、あ石田あゆみさんの、うん、あれはまず最初の出世作ではないかなという、うん、あそうなんですね、で、まあ、70年代入ってもう本当に大作曲家の道を歩んでいくわけですけど、うん、その70年代あたりから今日はピックアップしております、はいではい、まずはまよさんがはいこの曲あれなんですよ1975年ですね発売されたのがこの曲があって、うん、私が生まれたと言っても過言ではあら言っちゃうそうなんですようちに、ね、レコードがあったんですけど、お母さんねお父さんと会った時こんな気持ちだったのっていうのを小学生に聞いた記憶がなんとなくあるっていう お母さんは席を立たせないようにしてたのお父さんあれから何十年ですよ 肩をずっとこうそっち押さえてそっちかいあなたダメよそうダメよいやみんな最初はこういう気持ちなんですよ多分ねおそらくねきっとっていうね詩がねまだ曲も素晴らしいけど詩がねまたねへーっていう阿久悠先生ですね。そうですね。うん、初期はあの阿久悠先生と組んでるのが多いですね。また会う日もあるそうですね。まああとそうですけどね。そうですね。ギター弾かないんだ。すごいです。あ、ギター弾かないんだ。弾かないんだ。ずっと思って。そうでございましたか。はい。ということで、はい、岩崎宏美ですね。はい。ロマンスという曲でございますね。はい。はい、じゃあ行きます。ほど、そばにいてほしい。
ありがとうございました。まやちゃん、はい、途中でこれがポロリと下がりましたね。もうあれから何十年って感じでポロリいや可愛らしいお歌で、うん、ね、でもなんかねやっぱりメロディーがすごいよね。こうすごいですね。一筋縄でいかないというか、うん、またこういうメロディーが出てくるんだっていうね。すごいです。あれ包み武士なんですよね。なんていうかあの僕も一応作曲家の端くれなんで、あれですか、あのそんな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 あのこのメロこの曲のこのメロディーが聴かしたいっていうところがあって、うんうん、別にそこ行くまでは割と捨てメロなみたいなところは結構あるんですよ。A メロはまあそこに行く過程みたいな。なんか包み曲はねどこ取ってもいいメロディーなんですよね。全部いいインパクトディープインパクトはい。うん、やっぱり天才たるゆえんなんだろうなと思います。すごいですね、うん、このフルオーケストラのしかもこう ね当時の映像を見ると、うん、すごい豪華、豪華ね、うん、本当に確かに、はい、すごいな、うん、いい時代だったな。生まれてないけど生まれてないけど生まれてないけどいや影も形もございません。そろそろ白状してもらう、はい、もう種にもなっておりません宇宙の彼方からやってまいりましたマヨとシノブでございますなんだろうな、スイヒロガリーズみたいなって言ってんの意味だ。なんだかな。あ、そういえばちょっと今日忘れましたけどゲスト、ね、そうだ、おゲストおゲストすっかりもうねもう馴染みがよろしすぎてファミリーとしてもうほぼレギュラーでございました。お久しぶりでございます。ちょっと会えちゃった。ギター坂上真一、はい、しんちゃんでございます。あー、しんちゃん、ね、今日はこの包み曲のために本当にしんちゃん大活躍でございます。もう本当にね、素晴らしい。本当にしんちゃんあっての今回でございますので、ね、ね、聞きどころ満載でございます、うん、おギターのね、はい、おギターね、グイングイングイングイって思いますね。グイングイン楽しみだねなんかあのこの頃の時代性もあるんだけど、あの包み曲先生のあれってやっぱりあのソウル剣ね、60年代ソウルっぽい、うんうん、感じがあるからやっぱりギターのこうカッティングとかね、うんうん、なるほど、必要不可欠なんですね。そう、次の曲なんかももうモロソウルなアレンジですよね、うん、モロソウル、そう、これをね、うん、まさか私が歌うとは思わなかった。いやー、よく合いますよ、これね。本当合う合うびっくりしちゃった私はね、これ中学時代に結構ヒットしたのを覚えてますけどね。そうなんだ、うん、思春期の頃に、そうそう、もう独特の、なんだろうな、ちょっとダミ声がかった声が印象的でダミ声がかった特徴的なね、特徴だね、ね、何や、何とも言えない、うん、曲で、はい、これを忍びに、はい、おぶちゃん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 おぶちゃん歌っちゃう。わお、これね、オリアン、あの、はい、私の周りの、あの昭和歌謡アイドルという方たちがね、うん、歌ってるの、うん、だから私が歌っていいのだろうかってちょっとね思ってたの。そう、私ね、歌ってリハでね、うん、あ、私もアイドルになれると笑いすぎ笑いすぎだいろいろなんかひらひらの起点の想像しちゃったよ。そう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 、ひらひら、ピンクのひらひらをね、私もね。いや、でも アイドルだったんですよ、この人、平山、うん、そうでもない、アイドル枠、そうね、うん、アイドルじゃアイドル、ちょっと違う、ちょっと違うかもね、ちょっと違うか、じゃあぴったりじゃない、ちょっと違う感じね、おぶちゃん、ね、おぶちゃんぴったりで、おぶちゃん、おぶちゃん、じゃあ、ね、いっちゃおうかな。いいじゃないですか、これレパートリーにぜひ入れてほしいですけどね、個人的にはとってもいいと思います。ありがとうございます、はい、はい、ではタイトルをお願いします、はい、真夏の出来事。続けた彼の車に乗って最果ての街
私はついた悲しい出来事が起こらないように祈りの気持ちを込めて見つめ合う二人を朝の朝の冷たい海は恋の終わりを知っていた。取って優しい言葉探し続けた。彼の両手を取って冷たい頬に口づけ受けた。悲しい出来事が起こらない。白いカモメのように涙に濡れて歩いてた。悲しい出来事が起こらないように ちゃんの雰囲気に合ってると思います。ありがとうございます。なんだこれ、なんだこれ、何のやりとり。結構ね、昭和歌謡やってるところ多いもんね、うん、最近ね、多いんですよ、うん、多いんですよ。なんかまた流行ってるみたいね。そう ね、 なんかね、うん、まあ、やっぱり曲がいいからでしょうね。そう、うんうん、ね、まあ、好きなおじさまおばさまも多いという、うん、ことなんでございましょう、うんうんうん、ございましょう、はい、というところでちょっとずつ、新しめに していこうかなと。そうでもないか、うん、そうでもないの。そんな変わってない。そうでもないね、うん、まあでもこの曲はね、あのいわゆるニューミュージックとか言われだした。なるほど。走りの頃ですね。そうなんですね、うん、そうですね、うん、あ、確かに作詞家がタッグが変わりましたね。確かに、うん、ね、松本先生になりましたね、はい、ね、これは松本隆の視線っていうか、まあ、詩が先にあって、堤恭平先生にぜひつけてくださいって。かなりこれ、うん、なんだろうな、
詩的な部分で、まあ、もちろん長いんだけど、うん、あのなんていうのこう後で曲つける分には575とか575とかね、うんうんうん、そういう詩じゃないとつけづらいのよ、うんうん、でそういう詩じゃない、うんうん、あえてなく堤先生に渡したという、ねね、すごい無理難題な感じじゃないですかそれそれをね先生は一日で書き上げたというすごいですね、うん、なんか結構ね一瞬悩んだらしいですけどねこんなもんできねえみたいな、うん、一日一晩で出来上がったらしいですねそうなんですね、うん、まあ本当に詩も曲も素晴らしいですよねいやもうなんかドラマが出来上がってますねこの詩、ね、はね本当に、うん、なんかこんな歌詞昨今の歌あるかねっていうこの一個で映画ができそうなねこのなんかある種男の願望みたいなところもあると思うけどねこういう女性であってほしいみたいな、うん、なるほど僕もあの若い頃あの遠距離恋愛したけどえそうなの、うん、先に別れられましたからあっさりあっさりじゃあって言われたいやていうかあのごめんごめんこっちで彼氏できたみたいなあそっちかかなかなか、ね、そっちのタイプねじゃあ、うん、逆バージョンじゃあハンカチ方向なくてよかったってタイプですねじゃあねなるほどさらっとしたもんですそうですか、はいね、女の人の方がさらっとしてるね人によりけりだよそっかこういう可愛い子もいるんだよそっか探してみようか、ねね、という曲をということではい、はいはい、木綿のハンカチーフyou
ございました。恋人よ君を忘れてよ、忘れてほしくないがために歌うのを忘れてしまったというこれ息をつく間がないですからね。そうだそうだ、ね、ちょっとしんちゃんのギターに聴き入ってしまった全部合間合間でね、さっき言ってたもう全然違うっていう、実はねどう弾いてんだろう、どう弾いてんだろうと思って最後に耳で聞いたらすっかりまたやってモーターボートでしたやってモーターボートオリアンがちゃんと歌ってくれましたね。そう、ありがとうございます。私も歌ってたよ。ありがとう、ありがとう支えるわよ、みんなでね、みんなで協力し合って東京ブラスキングが出来上がっております。そうでございます素晴らしい。いやいやビバ、いやしんちゃんよかったよ。でもすごかった、本当にすごかった、全部違ったと思って、うん、なるほどと思いながら器用だ ねしんちゃんはやっぱり器用だねゲストを持ち上げる左の耳がダンボになってるけど、左の耳が素晴らしい、変態だ変態なーにー変態だ、はい、ということでございました、はいね、どんどんいきますかね、はい、これもまあ、レコード大賞ですからね、これ、なるほど、大賞曲で、これは実は知ってます、これ尾崎紀世彦のために書いた曲ではない。最初最初ズーニーブーね、ズーニーブー、ズーニーブーですよ。海は素敵だなって恋してるからさ、ブフーじゃなくてズーニーブーシーノーブーが歌うけどねその前も何かあったみたいな話をしてたんだけど、結局それ鈴木恭平さんと、まあ、悪友先生と、うんで書いたのが全然当たらなかったらしいんです。でもなんかとあるプロデューサーがこの曲絶対いいから当たるよっていうことを言ってて、で尾崎弥彦さんがデビューするときにあの曲やろう、ただちょっと歌詞を変えたいなということで悪友さんに頼んだらしいんですね。悪友先生もいやもう一回書いたもんはもういいじゃないみたいな話をしてたの、なるほど、粘りに負けて分かったと書き直しということで、ズーニブードまた会う日、また会う日までじゃない、あのタイトルも違うのね、調べてもらうと出てくると思います。調べよう。初めて知った逸話、逸話、なるほど、逸話真由美違う言うと思った言うと思った言うと思った。今日皆さんね、なんか書いて感想を書いていただけると嬉しい。そうですね。そう、黙って聞いてくださってるかね。見守ってくださってるかね。聞いていただいてるのかもしれない。聞いてますか？見てますか？元気ですか？最高です。ね。みんなドキドキしながら。ドキドキしながら聞いてくる。きっとね、次は何だろうと思って。そんな曲やっちゃうの？みんなね知っているお曲かと思いますので、ね、うん、きっと。一緒に歌ってください。またね、今日は祭日ですしね、今日は何、うん、勤労感謝の日、勤労、そう、勤労感謝、ね、感謝でございます。感謝、感激、雨あられ全部言っちゃう、もうね、引きずり出されちゃう、ね、そう、まあまあちょっと途切れましたけど、はい、そういう曲を、はい、いきたいと思います。どういう曲だよっていう、はい、どういう曲尾崎かい清彦かや噛んだ噛んだ清彦さん、レコード大賞曲、いや、はい、タイトルを忍ぼうお願いします、はい、また会う日まで。まで会える時まで、別れのその訳は話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすから、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時ここ
時まで、あなたはどこにいて何をしてるの、それは知りたくない、それは知りたくない、互いに傷つき昨日に戻るから、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。あ、厚木の陽子さん参加していただきましたよ。陽子さんいつもすいらっしゃいませ、いらっしゃいませ待っておりました。今日は堤恭平特集をやっております。はい、聞いてください。あ、どんどんありがとうございます。どん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 ありがとうございます。あ、女性のこの歌初めていい歌です、本当にね。女性版はね、なかなかね、そうですね、パワーが湧いてきます。お腹の底から声が清彦さんが歌ってるのを想像しながら歌わせていただきました。なるほど。はい、ね、尾崎さんは早く亡くなられたんですよね。あ、そっか、そうなんでしたっけ、うん、ちょっと病気でね。あららら、病気で。もう10年近くなるんじゃないかな。まあ、すごいうまいシンガーでしたよね。日本人と思えない。日本人と思えないと、忍ぶもあんまり思えないですけど。人間と思えないとか言われる地球外生命体みたいな。この前ゴリラって言われたすごいね。メスゴリラとかメスライオンとかメストラとか、メスライオンね、そう、メストラとかね、ライオンっぽいよね、確かに。アムアムアムマウマアムアムマヨもよく妖怪とか言われるけど、ね、あ、そうだね、なんか妖怪なね、千年生きてるとか、千年すごいよね。千年生きてるか。そうなん。いや、昔からでも今肌色だったけど、あ、緑色なの。前は緑色だったの。でももう20代の時からよくあの証明書を見せろみたいな、もう嘘をつくなとか言って何回も免許証見せたんだけど、本当にその年なのかとか言われて。そのタイプ。そのタイプ、ね。すごいですね。なんでかな、ね、なんでだろうね、なんでかな、ピチピチなのにね、ね、心はピチピチ、本当よ、え、ピチ、心、体もピチピ チ, ピ チ, ピチそうしておきましょう、そうしよう、ね、そうしよう、そのうちね、マヨと私の写真集が出るからね。あ、そうだね誰が買うねあの、カノー姉妹みたいなやつでしょそう、カノー姉妹マヨさん、しのぶさん面白いかもしれない、そうですよ、不可能姉妹ってねそうだね、うん、不可能姉妹その可能じゃないじゃん面白い、はい、やろう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 、袋閉じ袋閉じ巻き込まないでくださいねオリアンの水着姿だからお願いしますよ、まさか、はい、ビーチとオリアンね、面白い。ということでね、本題に戻りますけどもそうだ、次オリアンの曲だ、オリアン、そうなんですよ、あの、うん、今まで4曲終わったんですけども、うん、中休みということで1曲私をじゃ入れさせてもらおうということで、うん、まあ、堤恭平先生といえば、まあ、あの男性アイドルもいっぱい書いてます、ね、確かに、まあ、その中でやっぱり70年代といえばヒロミ号かなということでございます、うん、まあ、80年代はマッチですよね。マッチだね、マッチ難しいからね、今をときめく、今をときめく、いろんな意味でときめいてるマッチマッチやろうかと思ったけどマッチ難しいよね、難しい、うん、あ、トシちゃんの方がね、声はトシちゃんトシちゃん俺ね、トシちゃん合ってんの、オリアンほぼトシちゃん、ヨンコさんいっぱい帰ってくる、お、ありがとうございます、ほら写真集評判いいです、良いなって、だそう作らなきゃ、優しいだけ、カレンダーでもいいね、カレンダーいいねヨンコさん優しいだけだからね、ありがとうございます、ありがとうございます
ということで、郷ひろみを一曲いってみたいと思います。ね、じゃあ、この曲を聴いてください。うまいこと歌えるかな。はい、素直に僕の愛を信じてほしい。一緒に住みたいよ、できるものならば。誰か君にやきもち、そして疑うなんて。君だけに本当の心見せてきた。会えない時間が損だってのさ。目をつぶれば君がいる。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気。よろしく愛しゅう。君が泣くと人が見ているじゃない。二人のアパートがあればいいのに。お互いの優しさをもっと出し合えるなら、疲れた日の僕をそっと眠らせて。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気。よろしく愛しゅう。しんちゃん、と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気。よろしく愛しゅう。みんなで言うてどうぞ。あらす。なんか可愛いいただきました。オリアン可愛いいただきました。恐れ入ります。いや難しいよ。でも郷ひろみ、郷ひろみうまいなと思うね、こうやってみるとね。僕あの18番はね、お嫁サンバなんで。そうだね。もうオリアンのね、お嫁サンバを何回聞いてることか、ね、振り付け付きですからね。恋する女は綺麗さ。まあいいか、ほぼほぼトシちゃん。やっぱりトシちゃんの声ね。はい、ヤボさんまたね、カラオケで。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、また後半戦に、後半戦がちょっとあの酸欠になってきたんで、ちょっと私のチャンピオンベルトっていいですか。なんか酸欠になってきた。ちょっと失礼いたします。マヨはね、コルセットマヨ、コルセットマヨだからね。コルセット外セット外セット贅肉ボヨンなっちゃう。大丈夫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 。しんちゃんが笑った。そういう意味ではないって、ね、ああ、そう、血の毛が少し前ね、あのぎっくり腰になりました、ね、あ、そうです。もうだいぶいいんですけどね、うん、座ってるとね、そう、重く油断をするとね、怖いです。そうなんです、うん、油断大敵。振り付けね、オリアン振り付け見てみたいって、陽子さんが。あら、うん、かわいいんですよ、オリアンの振り付け。もうね、あのね、
魅了されちゃうよね。せっかくこの前チックコリアとか言われたのに。チックコリアにも似てるけど ね、 そうね、確かに。いやでもお嫁さんはいつかやりましょう、ちゃんとあのね、昭和歌謡対決、うん、あ対決30日にできるじゃないですか。あ紅白ね、あ紅白12月30日の紅白。あじゃあ平井先生のビリージョエルもそうだそれはもう全員歌わないといけない、ね、しんちゃんもぜひ。しんちゃんのちはるちはるかなんか、うん、ちはる、しんちゃんうまいですよ。そうしんちゃん投げりめっちゃうまいんで、うん、歌ね、しんちゃんうまいんですよ、普通に歌えちゃいますからね多分。まあよ頑張れってようこさん。あ、ありがとうございます。今ちょっと血が巡ってきました、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。膨らんできたよ膨らんできた、あっポーンポーン、嘘嘘いやちょっと今なんだったら血の気が本当引いてたんで今ね戻ってきました。はい戻りました、はい、そういうマヨさんが歌いますね、はい、これもレコード大賞曲ですね。あそっか、そうでしたね。今日ちょっと ね、カーテン持ってきたかったんだけどちょっとねカーテンが取れなかったもんでだからね、クジャクのそうなんです、ね、クジャクの、ああじゃあしのぶがちょっと応援してくれということで。あれ違う逆だったこっちだった、すいませんジュリアナじゃない雰囲気だけで本当はカーテンなんだけど ね、そうです。もう大体お分かりかと思いますが、ジュリー・オングさんのあの曲でございますよ。そうよ、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。見せられて you
ゃん。ジュディ・ヨング、ね、ジュディ・マヨ、ジュディ・マヨ普通普通普通。いやーすごいですね。やっぱりカーテン持ってくればよかったな。素敵よ、カーテンやりたかったね。やっぱりじゃあ30日にとか言って、そうね、そうね、バッてね、バッてね、やりたくなっちゃうね、やっぱりね、うん、これは、うん、素敵な曲だよ本当に、すごい曲書きますよね。すごいですよね、うん、本当隅恭平先生は。はい、魔女に一撃食らったとは思えないって、あ、覚えていてくださった、前の一撃を。そうなんです、ね、一撃食らった後にね、ぎっくり腰のこと。そうなんです、魔女の一撃っていう、ね、そう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 、ぎっくら腰、ぎっくら腰です本当に、うんね、ありがとうございます。そういうことで、そういうことでそういうことで、はい、こっからがちょっとね渋いんですよね。そうだね、難しい曲に志野が挑戦します。はい、挑戦曲、挑戦曲、ね、原曲とはちょっとそっか、アレンジ、ね、アレンジ、オリアンがアレンジして、オリアンアレンジというほどではないんですが、リズムを変えて、ちょっとね、やっぱり堤先生の曲、まあ、アレンジャーもいるんですけども、うん、なかなかこうアレンジするのもおこがましいなという感じではあるんですけど、うん、まあ、1曲2曲ぐらいはちょっとオリジナリティにやろうかなと思ったんですけども、なかなかこれが難しいという、状態になりまして、まあ先に曲名を言いますと東京ララバイ、ね、うん、中原理恵さん、はい、曲、中原理恵さんでなんかこの曲ぐらいしか思い浮かばないんですが、うーん、うん、この人北海道の人だったよね。そうですよ、北海道函館市出身、居合高校出身でございますね。平井高校、私の、私のいとこと同じ高校出身。へえ、そうなんだ。居合高校です。平井高校？違う、居合。居合。白百合か、白百合高校もあるんですけど、居合高校も。そうなんで、お嬢様学校。へえ。お嬢様です。お嬢様。多分ね。ね、綺麗な方でしたね、うん、改めて YouTube で見るとね、すごい綺麗な、これでもね、あのアルバム俺持ってたんだけど、あら、アルバムがすごいおしゃれだったんで、アレンジとかも、うん、あの東京ララバイ以外の曲もなんかすごいおしゃれな、まあ、あの頃出てきた78年が9年ぐらい、まあ、いわゆるシティミュージックとかの本当に走る、シティミュあれか、シティーボーイ、シティーガール渡辺真知子さんとか矢上純子さんとか、あ、竹内まりやとかね、あ、なるほど、竹内まりや、ね、で、まあ、男性だと山下達郎とかがここから出てくる頃ですね。シティ、シティーっぽいね、なんか歌ってる時のお洋服もとてもスタイリッシュな、ね、うん、感じの、ね、ちょっとボーイッシュでおしゃれなんで、うん、ね、人でしたね。そうというのをやってみましょうか。っていうのを、はい、っていうのをチャレンジします。ボッサノババージョン。ボッサ、はい、ボッサ。
午前六時の山の手取りシャワーの水で涙を洗う鏡の私に術師にレースの服の少女が映る愛を奪った2年が映る愛したそう数知れないわね別れたもう慣れっこみたいよ東京ララバイムーディーだったねムーディーララバイね子守歌になったでしょうかねなったかしら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 いいじゃないですかこれおぶちゃんのおぶちゃんの曲にあらあらボサノババージョンも素敵ですいただきましたありがとうございます私初めて知ったんですよ東京ララバイってあ本当に、うん、全く知らなかったないもの誰の子守歌ってなんか替え歌で誰か歌ってなかったっけカモン達夫だっけあそうなの、うん、そこだけ抜粋してカモンさんは違う曲をすごいいっぱいしてる、うん、言っちゃうとねまた止まらなくなっちゃうからそう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 よかったねオリアンのおかげで新しい曲を知ることができて、ね、本当だありがとう結構メロディーアレンジしてたけどねそうそうそうかなりのアレンジアレンジねちょっとしんちゃんも大変、ね、大変ですねしんちゃん大丈夫です腕があるしんちゃんだからこそ腕がある平井さんだからこそできるこの回ね結構急にね謙虚でこんなアレンジでこのキーを書いてくださいなどと言いながらすいませんね毎回毎回ね本当にありがとうございますさらに 2,3 倍いけそうですってあら嬉しいわ明日は平日ですよ大丈夫そうだったそうだった本当だそうだった、うん、そうだった、ま、じゃあもう一曲ねちょっとしっとりと、うん、これがまあ一番新しい曲でしょうね90年代、うん、9あれ90年代ですね確かにこれドラマかなんかで
ね、使われたんでしょ、うん、あそうなんですか、うん、なんかいろんな方がカバーされている、うんね、いい曲だと思います。最近だ、ね、最近んレベッノッコさん、あノッコさんって言っちゃった、うん、のっぽさんじゃないよ。のっぽさん。のっぽさんは喋らない人でしょ。のっぽさん。そう、のっぽさんがソロでデビューした時のアルバムの中に入ってた。なるほど。で、私買った覚えがある。なるほど。なんで覚えが。覚えが。なぜ手裏剣を切った。覚えが。シュ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 、忍なだけに。にんにん。なるほど。そう、大好きだった。のっぽさん。いいですよね、のこさん。そう、まあ、モノマネしたくなっちゃうんですけど、ぐっとこらえて。ダメだよ。ダメだよ。だよ怒られちゃうよ。ダメだよ。私は人魚姫になりたかったね。なるほど。あ、そうだそうだ。前も言ってたね。そう。人魚姫の格好していくんでしょ、今度30日はじゃあ。そうそう、半分魚類で。はい、はい。人面、人面魚で。平井さんすごい。すごい、そう。ね、お何でも弾いてしまうしんちゃん平井さん、そうなんですよ、さりげなく、本当そうなんです、さりげなくね、いつも弾いてらっしゃるんですよ、ね、相当大変ですから、でも東京バンスキングの選曲に ついてこれる方々さすがです、いつもありがとうございます。ありがとうございます。もうね、百戦錬磨です、本当に毎度毎度、うん、今度ね、ヨコさん12月3日もまたしんちゃんね、サラカンで来てもらいます。なるほど、素晴らしい大活躍。ベースが和田師匠。和田さん、和田さんの、ね、仏の和田さんに、そうです、もうほぼ仏ですから、ほぼ仏、神々しい、神々しい、9割仏ですから。和田さんにまた会いたい、ご利益を和田さんに抱きたい、抱きたい、なんでや、まあまあそれは置いといて、はい、置いといて置いといて、はい、そのノッコの、はい、いきますかね、はい、人魚、はい、アカシアの雨に打たれて泣いて春風の中で月が昇るまでその笑顔をしぐさを愛しくて本気で思った抱いて抱いて抱いて見つめ合う時は自分を忘れた、その激しさ、その声、その胸が消えてしまった。抱いて抱いて抱いて、冷たい夜は孤独の雨に
いい曲、そしてすごいアレンジ。これ堤先生っぽくない気もするね、でもね。あ、思いました。私も堤恭平先生の曲じゃないと思ってました、この曲。ね、うん、っていう人も結構いるんじゃないかな。ね、そうそう、ちょっとびっくりした曲でした。うん、へえと思って、そうなんだと思う。陽子さんが長文の。あ。ありがとうございます、ね、マヨバージョンもありがとうございます、気に入っていただいてありがとうございます。マヨバージョン、マヨバージョンということでね、はい、堤先生らしい曲をいきますか、最後に、はい、ね、盛り上がってもらいましょう。これぞこれぞ忍ぶと言ってもいいぐらいのね来ました、出ました、待ってましたみたいな。ナンバーワンオンリーワンナンバーワン行っちゃいますか、はい、ね、ね、はい、この曲で最後乗ってください、はい、セクシャルバイオレットナンバーワに着替えた女はくびれたラインがなお悲しいね。ファッション雑誌を膝から落として駆け寄る心がたまらないほど、色っぽいぜ男と女の長い道のり、もう俺は迷わない。 We gotta let go Sexual Violet Sexual Violet Sexual Violet Number oneより悲しい。もらい泣きしても愛に溺れる。
ふふふ色っぽいぜ女と男の回り道ならもう俺は迷わない Make me feel good Sexual Violet SexualMake me feel good Sexual Violet Sexual Violet Sexual Violet Number one You make me feel good Sexual Violet Sexual ね、今日はあの鼓恭平先生追悼、はい、追悼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 特集作品をね、はい、みんなで何ありがとうございました大事に、ねはい一応8曲、サザエさん入れて9曲9曲、そうですね、9曲のメニューでやらせていただきましたまだまだいっぱいねあのキョンキョンとかもやりたかったんですけど ねいっぱい本当はねあったんですけど ね南沙織とか ね, そね、あそかそかいい曲もいっぱいあるんですけど、ね、また機会があれば本田美奈子ね横さんありがとうマリリーネしんちゃん呼ばない絶対しんちゃん呼ばないといけないですあと CCB とかねロマンチックがとロマンチックが止まらない髪の毛ピンク色にしてこないといけないそうだね誰かね、やりたいね、もうもっとやりたいね。つつみワールド。つみワールド、やりたいです。やりたいです。やりたいです。はい。はい。ありがとうございます。というわけで、今日はまあ、オープニングにサザエさんやってるんですが、あのエンディングもサザエさんで締めたいと思います。はい、ということで、あとなんかなかったですかね。もうこれで終わりなんですけど。あらあら告知が告知的なやつが近々ね。身内の部分は12月8日に、そうとやります。しのぶとオリアン2人でまさかの、2人どうなることやらどうなることやらどうなることやら進まなかったりしてなかなかくったらない話もあとそうですあのあれですよ私に答えられるかわからないけどあのお悩み相談コーナーをね設けて何でもいいんですはい、瓶が開きませんとかどうしたらどうしたら開きますかみたいなそれは叩けばいいとか言っちゃったいいですね、はい、面白そう、ね、そう面白い悩み相談コーナー歯が黄色いけどどうしたらいいんですかとかね歯医者に行け早っ、はい、解決策が早いホワイトニングをおすすめしますなんかもういろいろ来てんでしょそうですいろいろすごい楽しみだねねバッサリ行くんだろうなきっとなしのぶちゃん一行で終わっちゃう一行でね終わっちゃう楽しみですねどん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 お待ちしております、はい、悩み相談しのぶちゃんにぜひそうですいっぱいぶつけてくださいはい、はい、そして、12月18日、しんちゃんと、永田くん勢ぞろいのねはいね、たけちゃん、来まして、たけちゃんしんちゃんゆうちゃんいいのかないいのかたけちゃんしんちゃんゆうちゃんひさちゃんやりたいと思います、はい、で最後30日、
はい、あ、どうしよう、大晦日で紅白歌合戦、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 みんなで歌いたい人は、ね、来てください、ね、もう 誰が出演するかもまだ未定ぐらいの感じですね。本当だね、我々主要メンバーおりますが、その他もろもろなだれ込みな可能性が、ね、皆さんレコード大賞から駆けつけてる方もいらっしゃいますから ね、 そうね、ヘリコプターでね、途中から途中参加とかいっぱ い、 いっ、ね、ピンクレディとかね、そうです ね、 ね、はい、プロミュージシャンがいっぱい来ます ね、 ね、ぜひぜひお楽しみに、はい、そういう感じでございます、うん、まあ、その他、いろんなね、方も出ますので12月はよろしくお願いしたいと盛りだくさんでございます、思っております。ということで、じゃあ最後にメンバー紹介でもして終わりますか。また誰かあーこれ誰だ、誰だ、それではメンバー紹介、はい、Everybody dance now! しのぶがいオンベース、yeah! 平井秀典、今日も素敵なお頭でございます。トゥルトゥルです。いいな、いいおひげそしていいおベース、いいおベース。それではバンマスター、オンキーボードオリアン、ね、頑張ります。ありがとうございます。そしてゲスト坂上秀一、今ウィンクされたよ私。いいな、今ウィンクされたよ、両目だった。いいウィンクじゃなくてまばたきだった。失礼失礼、平井さん眩しいって。はい、それではコンタとボーカーちょっとずれてる。ずれ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 、はい、はい、では東京バスキング低音バンドシエラバンバンバン、イエーイ、上腕二頭筋、上腕二頭筋、おい筋肉、おい筋肉、おいおい、最近ね、最近ねちょっと筋トレが甘いね、はい、頑張ります。というメンバーでお送りしました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ではエンディングテーマいってみましょう。こっからか、こっからか、こっからか、スリーフォバースデーライブでございます。あ、バースデー、そうだ、バースデー、コキ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 のお祝い、よろしくお願いします。元オコース、ありがとうございました、ありがとうございました。来月も見てね。12月3日12月3日前の顔が白い。